この日は郵便局に宅配便を送りに来ました。まあ、韓国から日本に送るのって2000円以上、まあ、3000円近くするんですけど、私が使わない化粧品とかを妹にちょっと送りたいと思います。おはようございます。今日はオンライン講義があるので、パソコンを使ってリアルタイムで授業が行われるので、それのねちょっと準備をして、あともう7分とか後に始まっちゃうので、ちょっと授業を聞いていきたいと思います。一応こんな感じで、これは私が描いた油絵マカロンの顔を描いた油絵と、これが学科の友達と撮った写真ですね。私がここにいます。で、これはカレンダー、カレンダーが可愛くて置いてます。あと筆箱を買い替えました。私もう筆箱ほぼほぼ何も入ってなくて、蛍光ペンがこんな感じで何本か入ってて、あとシャーペン、うわ落ちた、シャーペンが入ってるぐらいで、マジで何も入ってない。あとボールペンとかだから、こんなにもサイズいらないぐらいなんですけど、一応可愛くて買いました。はい、終わりました授業。うわ、今日はめちゃめちゃ雨でね、ちょっと軽く化粧だけして、髪の毛とかも何もセットせずに寝起きなんですけど、今が10時過ぎ、まあ、なんか早めに授業終わるみたいな感じで、まあ、言うても1時間ちょっと授業してたんですけど、こんな感じで授業が終わって、次10時半からアップされる授業が1個と、あと午後にもう1つ授業があるので、あと今日は2つですね、授業があるので、これをまあまあもうちょっとしてから受けたいと思います。ああ疲れた、お腹空いたな。今ちょうど台風が来てて、外には買いに行ける状態じゃないし、多分ね配達デリバリー系も多分休みのところが多いと思うんですよ。危ないんで、どうしようかな。ご飯なんもないんですけどね。サラダを買ってきました。こんな感じのサラダを買ってきました。エビチリ、いただきます。いやー美味しそう。
最近また HSK の勉強をしてるんですけど、教材の音声ファイルをパソコンでダウンロードできるので、それをダウンロードしたいと思います。現在我很少看电视，其中一个原因是。もへん。前日体調が良くなくて聞けなかったオンライン講義を今日は聞きたいと思います。こんな感じでサイトに教科ごとにページが分かれてて、クリックすると自分が見た動画とかまだ見てない動画とかが出てきて、クリックするとその講義をね聞くことができるようになってます。教科書とかも買いに行かなくていいように教授がスキャンしてそのサイトにアップしてくれるので、そこからダウンロードして自分でプリントしてみたりとかして勉強する感じの教科が多いです。あと課題のレポートとかもそのままデータをサイトにアップして提出するっていう感じです。約1時間の授業を聞き終わった後に次は中国語の勉強をします。我爸非让我学英语，我不管怎么背也记不住。今天刚学的，第二天感觉又全是新的了，再学还是忘。他学英语记不住，他非跟小红结婚不可。この日は授業がなかったので久しぶりの外出です。ネイルをね受けに行ってきたいと思います。こちらキギオレンジ、おそうしぴよ。ネイルにカレーパンレベルちゃんごらん。ネイル受けてきました。めっちゃ可愛い。じゃん。こんな感じでめっちゃ可愛くネイルしてもらいました。可愛い。こんな感じでネイルしてもらったんですけど、今の時刻が3時ちょっと前なんですね。でお腹がねちょっと空いてきたってのもあるし、勉強をねしないといけないので勉強道具を持ってねカフェの方に行きたいと思います。ちょっとねかなり暑いんですけど準備してちょっとパパッとカフェの方に行ってきたいと思います。